いや、今日はなんか新作のゲームが発売されるって聞いたから、ウキウキで外出中だぜ。いや、なんだっけ、何のゲームか忘れちゃったんだけど、なんかおもろいゲームが発売されるんだったよな。何君たち、なんで村人こんなにここで座ってんの。いや、座ってねえな、立ってんな。っていうか、どこ向いてんの君たち。何、なんかそっちにあんの。鳥しかいないっすよ。鳥をみんなで見てんの。あ、なんか音が鳴ったぞ。なんかあるんじゃないか。ただいまから新しい大統領の発表をいたします。え、待って、え、大統領変わんの。知らんかった。だからみんな大統領発表楽しみにここにいるんだ。てか今の大統領ってそもそも誰なんだろう。よくわかんないけど、どっから出てくんだろう。どっから、そんな大統領が出てくる場所ある。あ、こんにちは。出る場所なくね、別に。よいしょよいしょよいしょ。え、え、こんにちは、こんにちは、皆さん、大統領のオカン大統領でございます。私に投票してありがとうございます。皆さん、私にね、私に選んでくれてありがとうございます。皆さん、いや、もう終わりやな、この世界は。終わったわ。私はですね、皆さんがですね、喜ぶことだけを考える、もうすごいですね、この国を良くしていきたいと思っています。いや、なんかいいこと言ってるけど、ちょっと待って、よく考えたらこいつお墓の上に立ってない、この大統領。この時点でもう期待できないわ、お墓の上に立ってんの。私がやることをね、説明いたしたいと思います。まずですね、私はですね、すべての商品安くします。え、約束します。待って、本当に。じゃあ僕の大好きなアイスクリームとかも安くなるのかな。すべてのものが安くなります。例えばですね、お肉が100円、5000円が100円、アイスクリーム300円が10円。うっそ、待って、もう神かよ、この大統領。そしてですね、皆さんにですね、10万円を、あげる予定でございます。私はですね、この国を良くしていきたいしね、村人さんたちもね、豊かに暮らしていただきたいからね、そんぐらいのことはもちろんやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。本日からよろしくね、みんな。村人誰もおかん大統領のこと見てねえな。興味ないんかな。ありがとう、みんな、応援ありがとう。俺しか見てないな。俺しか応援してへんな。いや、なんで大統領だってよ、おかん。おい、おかん。あ、赤坂くん、どうしたのかしら。私大統領なのよ。何大統領やってんだ。いやいやいや、大統領に なっていいかしらって言ったら、いいよって言われたからなったのよ。誰にいいよって言われたん。私に、私が私に、オッケー。ごめんなさい、私大統領よ。いいのかしら、そんなことして。逮捕するぞ、逮捕。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そっか、今オカン大統領だから言ったこと全て実現できちゃうのか。触ったら逮捕、極中絶天候。ちょっと待って、待って。オカン、一回さ、頭上に上げて。はい。お前なんか、首だけ色濃くね、なんか。あた、余計なことは言っちゃダメなのよ。あ、すいませんでした。でも、商品安くしてくれんの。あ、それ当たり前よ、赤坂くん。やった、嬉しい。じゃあちょっと家でいろいろ話そうよ。あ、家帰ろうか。ちなみにね、外にいるときは私大統領の格好をしてないといけないのよ。あー、なるほどね。てか大丈夫、大統領がこんな街歩いてたら狙われない、命。お、大丈夫でしょ、まあ私ね。あー、疲れた、大統領。あー、疲れた。わあ、いや、何よ。急にお金だった。急にそのおばちゃんかっこいいだった。誰がおばちゃん。はやってられんわ、大統領とか。あんなの全部嘘だしな、なんなら。え、値下げとかしないの、商品。当たり前でしょ。なんなら私に利益が入るように全てしてやるわ。いや、私に権力があるということは何でもできちゃうわね、私。力があるのよ、私には。ふざけんなよ、そんな嘘だらけの大統領なんて認められるか。いやいや、嘘しかつかないのよ、私は。商品なんて安くするわけないのよ。ああ、もう許せねえわ、もうお前の期待できねえわ。いやいや、期待しときなさい、ば、見てなさいよ、私がね、いい国にしてやるからね、私にとってな。あ、いいの、殺して。あ、いいの、いいの。おお、よろしい、よろしい。あいつ明らかに大統領になって調子乗ってんだ。おかんが大統領になったら嫌な人はチャンネル登録と高評価お願いします。いい、誰も画面を奪われてく。君は完璧で究極の愛の管理。あー、ちょっとねえ。
何すんのさ。いや、音痴の歌声が耐えきれなくて。赤坂くん、私はこれ、実はあれなのよ。大統領になったからこそ今歌ってるのよ。え、どういうこと？この今の歌を国歌にするのよ。国の歌ね、国の歌。代表するね、国の歌をね、今のアイドルルルにしようかなと思ってるのよ。え、日本だった、例えばそれは。君がよだね。それが誰もガメを奪われてく、君は。あなたばっかりじゃねえかお前。なによ、なんダメなのかしら。ただのお前、日本の有名な歌を歌ってるだけじゃねえかよ、国家とか言いながら。わかったわ、じゃあ。誰もガメを奪われてく、君は完璧で究極のオッカーン。ちょっと変えただけで結局パクリだわ。なに、私はこれでもう変更する予定なのよ。てか変更したわよ、もう。え、もう国歌なの？もうこれ国歌よ。だからみんなね、学校とかでさ、卒業式とかで歌うじゃん。あれ、これを歌ってもらうからね、みんな。うわー、もうこの国から俺出ていい？ごめん、出るわ、この国から。ダメなのよ、一回ここの国に入った出れないからね。ちなみにここの国って何なの？あ、そうそうそう、国の名前も変えたのよ、私が。俺たちは日本語喋ってるけど、ここは日本ではないの？違うのよ、オカン王国になったのよ。え、前は何だったの、そもそも？前はね、王国って名前だったのよ。あ、それがオカン王国。オカン王国なのよ、オカンの王国なのよ。ちなみにね、赤坂くん、まだね、みんなには発表してないけど、赤坂くんに特別公開してあげるわ。なんだ、なんかスイッチの最新作とか。この国実はね、国旗っていうものがなかったのよ。あー、日本だとこういうやつね。はい、こういうやつね。なかったんだけど、作ったわ、私が。はい、これにするのよ。私の顔面にすればみんなは平和になるということで、国旗を私の顔にしてやったわ。いや、本当にクッソみたいな国にするつもりなんだな、お前は。なんてこと言うのよ。世界中どこ探してもないぞ、国旗が顔の国。ちょっと一回その国旗俺に見せてくれ、もっと見たいわ、じっくり。ああ、見てごらんなさい、ね、ほら。やった、すごいな、なんかめちゃくちゃいいね。ああ、ちょっと返しなさいよ、ほら。返しなさいよ、ほら。結構いいっすね。返しなさい。ああ国旗だ、国旗。ああ、やったー。いや、あんなん認められないから。ほらー、おい、大統領があんな堂々と殺すなんて。大統領は何してもいいからね、ちなみに。もうほんとやってやれよ、この国ほんま。あ、でもお前さ、さっき外いるとき服じゃないとダメって言ってたけど、大丈夫なの？今普通にいつものおばあちゃん姿の、だけど。あら、どうしたのよ。あれ、さっき違いましたよね、いいんですか？やばいわね、バレたら怒られちゃうわ。バレたら大統領の権利剥奪されちゃう。やばいやばい。あ、ちょっとじゃあ僕チクっときますね。あ、やめて、ちょっと大統領やめられちゃうからやめて。いや、いいじゃん、こんな国旗よりね。あ、もう一個てか国旗手に持ってたんだけど、なぜか。なんで？なんで持ってんの？なんかわかんないけど、捨てていい？あ、ちょっと、ダメダメ。あ、ダメ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 、目玉焼き。あ、じゃあ燃やしはしないからさ。あそこで国旗置いたから、お前取りに行って、ほら、あそこで飾っといたから取りに行って。あ、取れるわよ、もちろん取れるわよ。よいしょ。国旗がいや、俺は悪くないよ、お前取れなかった、お前が悪い。なんてことしてくれるのさ。いや、もうこんなやつが大統領なんて信じられない。ちょっと俺この賛成できないから、ちょっとネット上におかんの悪口書き込もうと。ちょっとツイッターにつぶやくか、おかんの悪口。この国の大統領がおかんになったけど、あの大統領マジで無能すぎて、すぐ早くやめてほしい。本当にクソだな、バーカバーカ。よいしょっと、ツイート完了。はいはい、赤坂くん。あ、どうした？私に通知が来たわ。なんて悪口を書いた人がいるらしい、ここの大統領のね。おかん大統領に悪口を書いた人がいるの？あなたよ。なんでわかんの？この国はね、特定の悪口死ねとかね、そういう悪口を書いたら全部私に通知が行くようになってるのよ。お前の悪口だけ書いたら通知行くの、前に。そうそう。んでね、書いた人はね、一生ネット禁止って法律作ったからね、もうネット禁止です、赤坂くん。はい。あ、やめてやめて。もう、はい、アウト、もうネット禁止だからね、赤坂くん。はいはいはい、終わり終わりも。はい、ダメ。ダメなのよ、もうネット一生できないからねー。他の悪口書いたら通知行くんでしょ？今もう通知鳴りやまないんじゃない、お前。いやいや、一件しか来て、あれ？なんかいっぱい来てるの、なんだこれ。まあ後でこいつはもう全員ネット禁止にしとくからさ。やっぱり大統領おかんって気に食わ聞いてないじゃない。ほらー、あ、私悪口言ったかしら今。悪く言ったらね、罰金1億円だからね。え、
はい、赤坂くん、罰金1億円よろしく。え、ちょっと持ってないんですけど、どうすれば。いや、もう借金で支払いなさい、私に罰金1億円をね。もう法律だから、これやらないと逮捕ガッチャーン。こんな国住んでられねえ。俺ネットできなくなったってことが、 YouTube できないわよ、もう。こうなったらこいつのこと、あ、やるのね、やるのね。やりません、やりません。よろしい、よろしい。ちょっと俺、欲しいものあるからスーパー行ってきていい？おー、行ってらっしゃい、赤坂くん。行ってらっしゃい。いやー、なんか、任天堂スイッチのソフトが、確かなんだっけ、5600円ぐらいだっけな。5600円ぐらいで、今日発売開始だったんだよな。あれ買わないと。そうそうそう、このロケットリーグってゲームがね、すごい欲しかったんだよね。これちょっと買おうかな。このゲーム買いたいんですけど。あー、はいはい、56万円になります。え？いやいやいや、昨日までこのゲーム5600円で出たじゃないですか。いや、そうだったんですけどね、あのクソみたいな大統領がですね、値上げしろってですね、値上げしないと訴えるって言ってきてですね、56万円にしないといけなくなったんですよ。はっ、まさかオカン大統領のせいですか。はい、そうなんです。でも悪口はあんまり言わない方がいいですよ。いやいや、でも今いないですし、別にいいんじゃないですか。あのクソ大統領が、なんだよ、5600円のゲームが56万円値上げしすぎだろ。なんだこの黒い棒。あ、なんだこれ、エホ巻きか。あ、なんだこれ、エホ巻き。え、許さねえぞお前。あー、おぶね、生きてる、生きてる、おぶね。悪口言ったな今。いや、聞こえてんだぞ。違います、あなたの悪口を言ったわけです。ほらほらね、私も悪口言うと飛んで駆けつけてくるからな、この国は。気をつけろよ。しかもなんだお前、5600円のゲームが56万円って。せっかく楽しみにしてたのに買えねえよ、こんな。あれ買いなさいよ、ほら、買えねえよ。ただでさ借金1億円だわこっち今。あー、面白い、なんでそんな借金あるの。あぶねえ、悪口そうだったもんね。よくないよ赤坂くん。ほらほらほら赤坂くん、私明日もあの発表があるのよ、みんなの前で。だからね、ちょっと練習してくるからね赤坂くん。また明日の発表で会いましょうね。あ、殴ったね、よくないよ。よし、うー、あれから一日経ったけど、また今日おかんここになんか話すらしいな、昨日みたいに。村人たちは今の大統領についてどう思ってんだろうな、聞いてみるか。ぶっちゃけ今の大統領についてどう思いますか、村人さん。クソだな。だよな。あれはちょっとやばいぞ。ここの国から逃げた方がいいんじゃないか。僕もちょっと今、こういうの持ってて、実は。え？今日ちょっとやろうと思ってます。頑張れよ。でも本当にバレないようにしろよ、気をつけろよ。やっぱり村人も今大統領気に入ってないみたいだから、今日オカンのことをこの銃で暗殺するしかないね。来た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 、来ました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 。あいつボディーガードも誰もいないから狙い放題なんだよな。こんにちは皆さん、オカンちゃん大統領です、よろしくお願いします。国家を考えてきてですね、実は皆さんのためにね。それでは狙い撃ちたいと思います。いや、その曲をですね今から歌っていきたいと思います。せーの、あれあれ、なんか銃が飛んできたな。あれ、俺食らわねえんだけど、なんで、あれなんだ、あれやばい、食らわない、しかもバレちゃった、やべえ。あどういうつもりかしら。なんでお前知らねえんだよお前。いやいや赤坂くん、10発銃撃ったのになんで知らねえの。赤坂くん見てちょうだい、私は今ね防弾チョッキを着てたのよ。ほら、着てたの、どこに。え、中に仕込ませてたってこと。そう、中に着てたからね、銃やってもね、あのできなかったのよ。その防弾チョッキ貸してよ、ちょっとだけ、かっこいいじゃん。 あでしょ、ちょっと見てみ、ご覧なさい、ほらほらほら、今俺が、ね、防弾チョッキ着てない状況なの。そうそうそう、これがでもあおいさ、アホやな、アホやな、あいつ防弾チョッキ脱いでたらそりゃね暗殺できるよね。よしよ村人、俺があいつのこと殺したぞ。よくやった、お前はすごい、素晴らしいじゃないか。よし、こうなれば君を大統領にしてあげよう、君が今日から大統領だよ。よっしゃー、みんなこんにちは、僕が今日から大統領です、よろしくお願いします。私が大統領になりたい。あー、なんでみんな私が大統領なんじゃないかしら。私がね、私が大統領なんじゃないの。もう諦めな、俺が大統領になったんだよ。どういうことよ。お前のことを殺したら村人に大絶賛されちゃって、お前が大統領でいいよって認めてくれたんだよね。だから私スーツがなくなっちゃったの急に。あ、本当だ、面白いね。じゃあさよなら。
なあ、ひどいよみんな。